おはよう、エムエイです。ビューラーの皆さん、ビューリーへようこそ。はい、今日はですね、とある一日シリーズを撮っていきたいと思います。というのもですね、今日は作業だけじゃなくって外出をしていくつか用事があるから、せっかくだから回していこうかなっていうところですね。今ね、お昼前なんだけど、さっき個人的な用事で外に出かけてね、めちゃくちゃ桜がさ、今もう時期ですわ。めっちゃ気持ちよくて、今日はね、気温もなんか20度ぐらいになるっていうことだからね、でもお出かけ日和って感じなんですよね。そうだから、私はこれから、今ほら名前ってないです、髪の毛とか顔とか、だから今から作ってなんぼなんでね作って、で作れ次第出かけようと思います。でこれ今日のじゃじゃーん、朝ごはん、これ本当に美味しいのかな、本当に美味しいのかな。私これ結構ね、実は私の好きな YouTuber さんの一人なのでさ、買っちゃったんだけど、美味しいのかしらということで、ちょっと準備していきたいと思います。よし、準備できたのでね、早速向かいます。よいしょ、はーい、じゃんじゃじゃーん、わかるかな、上野駅、上野に来ました。上野はね、何回か動画にも出たことあると思うんだけど、秋葉原のね、隣なんです。ちなみに。だから、ちなみに歩いて行ける距離ではあります。そう。で、私は今日はね、上野でいくつか撮影をしようかなと思ってます。はい。天気もポカポカで、天気も良くて、今日は気温も暖かいので、ちょっと ね、いいよね、うん。だから楽しく撮影できるかなっていう感じで、今すごくね、ワクワクしております。ちょっと撮っていただけますか、マサさん。はいはい。今日は見て、私めちゃくちゃさ、軽装じゃない、春コーデ、桜柄じゃねえや、桜色にしてきた。で、今日私桜も見たいんだよ。だから用事が一通りその撮影とかが終わったら、ビオリを回しながらちょっと桜見に行こうと思います。なるほどね、イエーイじゃあとりあえず向かいますか。なんかはい、向かいましょう、どこまで行こうかな。意外とね、上野は実は私がまだ行ったことないんだけど、ちょっとディープな、いわゆるホビーショップ、まあフィギュアショップ、おもちゃ店っていうかな、があるんですよ。だからちょっとそこ行ってみたいんですよ。なるほどね、そうだから撮影ができるかわからないんだけど、もしできるところは撮るかもしれないですね、で何かいいものがあれば買おうかなみたいなちょっとなんか偵察も兼ねて行きたいかなと思ってます。偵察も兼ねてね、そういうことですね、はい、じゃあ行きましょうか。はい、行きましょう。はい、上野のさ、こういうところ歩いてるとさ、すごくさ、なんか寄り道したくなっちゃうんだよね。ほら、もう飲みたくなっちゃうよね今なんですけど、実はね、1店舗目のちょっと行きたかったおもちゃ屋さんに行ったんだけど、閉まってました。閉まってたっていうか、なんだろう、もしかしたらオンラインなのかも、今の時期。そうだね、通販なんかね、通販もやってるって確か書いてたとこだったんで、だからまあとにかく今日は行けないと、はい、で、今ね、ここ前日和でも来たんだけど、ほらガシャポン横丁、来たんで、この前さ探してたけど見つからなかったガチャガチャがあるかどうか、はあ、そうみたいので、ちょっと入っていきます。これあれじゃない、 92% オフのやつ、あれ同じやつ、これ同じじゃない、これ 92% オフで200円ぐらいでゲットしたやつだからしかし10% 消費税で、まあ、普通に、あ、これやっぱこれぐらいするんだよね。あれがだから安かったんだ、やっぱすごい。じゃあ時期的な問題でさ、どこでも安くしてるとかじゃなかったんだよ。こういうの見るとほら似合ってなる、そう似合ってなるよ。じゃあね、入っていきたいと思います。行ってきます。なかったなかったです、なかったです。ね、うわ、虫、うん、びっくりした、びっくりした春だから虫もそりゃ出ますわ。またいる、じゃあちょっと移動しようか。まあないのはしょうがない。でもそれぐらいが楽しいんですよ、ガチャガチャは。ガチャガチャが出ますように。ガチャガチャ
じゃあさ、あれだね、ショップみたいなところ行ってみますか。行きたいね。ちょっともうまだ行きたいとこあるので、そこも空いてるかどうかも含めて。もう丸くなから行きますか。じゃあそうですね、近いよ結構ここから。あー、ここのコーヒーもなんかいいね。上野に来るとなんかディープなさ喫茶店みたいなの探してちょっと行きたくなっちゃうんですよね。確かにね、結構あるよね。あるある。あれ今日ってなんか人ちょっと多い気もするけど。確かにね、平日ですよ。平日だね。平日なんですけどなんか賑やかね。確かにね。あー、でも上野って結構ずっと賑やかかもな。じゃあちょっと向かいます。発見しました、看板を。赤い看板。あれ、お店ある。1階、2階、3階、え、4階あれ、どうなの。ええええ1階、2階、3階、うん、ちょっと行ってみます。ちょっとディープ。うわうわうわ、あ、やばい。これはお先失礼します。はい、どうぞ。行ってきます。はい、どうぞ。撮影できなかったからちょっと残念だったね。うん、なんか写真は撮っていいけど SNS には上げちゃダメらしかったので、まあしょうがない。だから撮影はできなかったんですけど、うん、どういうお店かっていう、あの本来の見たかったって目的は話されました。レトロな感じしたね。あ、そうそうそう、だいぶやっぱレトロで、レトロじゃない、レトロでディープな感じでしたね。そうだね。まあ通販がメインなのかな。かもしれないね。おそらく、なんとなく歩いてて、なんかお店あるから入ってみようっては絶対にならない場所なんで。確かにね。マジでわかんないから。そう、だから多分そういうのじゃないんだ多分ね。って感じでしたよ。気になった方は行ってみて。あのスターウォーズとか本当にそういう感じなんで。これはでもさ、全部もう撮れない可能性は高いですよ、今回のところは。そうだね、あのディープなんで。まあそこら辺も含めてさ、ちょっといいじゃない、息当たりばったりな感じで。今日はポカポカお花火、お花火のになってるんで、イエーイ。調子いいですな。おおお、来た。はいはいはい、おはようございます。白もつです。じゃあ乾杯しますか。今日はマサさんも飲むんですね。はい、ちょっとだけ喉が渇いたので今日は暑いんですよ。やっぱちょっとあれ春だよ、春だから浮かれてるんでしょ。はい、じゃあ皆さん乾杯しましょう。はい。わあ、みんな見て、じゃんじゃじゃん、なんでしょうこれは。白千枚刺しです。私はね、千枚好きです。牛タン、ユッケ、千枚。千枚言ってた言ってた。でもこれは結構あの前後はするけど、3位はね、うん、3位は結構変動ありだね。まあない店もあるからね。うん、あ、うん、まあ、うん、まあれだ、あ、うん、ま。現在の時刻2時2分でございます。22分だね、うん、あの今日は私ほらお家でみんな撮影したじゃん、私その時お昼だったから。いや、みんな私今日はこの後はあの一旦先に行こうかなと思ってたお店がちょっと場所がね、思ってると遠かったんですよ。うん、うん、だからちょっと、あー、うめ、上野駅の名前なんだったっけな、でもガチャガチャがいっぱいあるところがあるんですよ、うん、緑色の、うんうん、多分あーそこからなってる人いると思うんですけど、うん、そこでちょっといくつかガチャガチャをね買いたいと思います。で、その後一旦花見しようかなみたいな。今日はちょっと私ね、だいぶ今楽しんでます。とりあえず今年何回お花見できるか分かんないけど、今1回目のお花見をあのビオラーさんのみんなと共有しながらやってますよ。いや、私ってね、あの飲む速度めっちゃ遅いんだよ。なんかもしかしたらみんななんか私に豪快なイメージを抱いてる方も多いかもしれないんだけど、なんかガサツだから結構普通にそれは女って感じ。それは女。いや、普通に女ですよ。最近マジで忙しくってありがたいことなんだけど、うん、だからその当然その外で飲み行くかみたいなことはできなくて、当然ね。なんかさ、うん、今日もさ結局さ、うん、何だろうの、これ今飲んでるっていうか、なんかちょっと腹に入れてるじゃん、うん、はいはい。この後も取って帰って、うん、またおのおの編集したり、そうだよ、塗ったりとか待ってるからね。待ってる、めっちゃ待ってるんだ。だからいかにこう楽しみながらみんなにその届ける動画もできるだけたくさん撮りつつみたいな、う
あの塗り作業もちゃんとやりつつっていうのをね、うん、目標としてやってますので。なんでなんか一日の中でさ、うん、何にもしない日っていうのは特にないからさ。え、ないね。そうそうそう。でもそれで言うとさ、うん、仕事と一緒にいかにこうだから楽しむかだから、うん、次のイベントで私はあの遠征するんですよ、うん、これ多分その動画の前か後か分かんない後かな、うん、だと思うけど、そういう時とかはほらご当地グルメとか食べたいなって思ってますよ。だから、うんうん、いよいよねこれさ、うん、人の顔映せないけどさ、ほら、うん、私の後ろさ結構そうだ、ね、立ち飲みのスペースが、ね、結構そうそうそう、あっちの方にも人めちゃくちゃたくさんいたんだけど、うん、私はちょっと外れの方を選んでここでここでこそこそ食べてますわ。メノランド兼エレファント着きました。じゃあね、私が気になる私好みのガチャガチャをね探したいと思いますよ。探してやりますよ。いくつか検討ついてるんだったね。まあね、それプラスなんかあの頭になかったいいやつがあるかどうかですね。はい、じゃあ見ていきますね。はい、今ねガチャガチャ無事終わりました。結構ねいいガチャガチャができたからこれすごく楽しみだね。今日はねお子様たちもねすごくガチャガチャを楽しんでいてね、結構賑わってますよここ、うん、じゃ あ, あ, の、まあガチャガチャもゲットできたので私は今からちょっとお花見をしたいと思います。じゃあちょっと向かいましょうかね。はい、上野公園にねみんな着きました。今日はねなぜか人が多いです。結構多いね本当に。みんなね平日だけど来れる人たちなんですかね。もしくはもしくは P のやつですかね。なんだ P のやつってリモートワークで公園に遊びに来てる。サボって？おサボりモース。おサボり。パソコン持ってお花見みたいな。ね、さっきソフトクリームがねみんな売ってたんだよ。ソフトクリーム食べたくない？あ、でもねもしかしたらあの奥の方に行ったら他のもしかしてワンちゃんなんかやるかもしれないから、あ、もうちょっとしてから決めようかな。こんな感じです。こんな感じで人がかなり多いです。もういいねいいね、みんなとほらお散歩してる気持ちになれるんじゃない？例えば私この前あのインスタで桜の好きな曲教えてって言ったらみんないろいろ教えてくれてさ、結構聞いたよね。桜咲いてる。あ、最高じゃん。ちょっとさ曇ってるけど、うん、いい感じだよ。ね。ね、桜といえばさ、うん、桜に関するアニソンでまず思いつくの何かあります？わかんないな。まだ出てこないかも。出てこない。うん。ちゃんとロードになってるよ、ロードに。結構本当に人が多いね。ね、だからみんな見に来てるんだよ。私まさかさ、平日だからと思ってさ。独占できるんじゃねえかぐらい思ってたんだけどさ、うん、そんな甘くなかったね。みんな同じこと考えてんだって。あ、桜がめっちゃ積もってる。すごいすごいね。すごいすごい。ね、あれ出店じゃない？あ、やってる。やばいじゃん。行こうや行こうや行こうや。どっち行くの？私さ、夏祭りとかさ、うん、出店とか大好きなんだよね。花火とかさ、お祭り好きだもんね。うん、私大好き。鳥居とさ、桜がさ、うん、ブワンってこう合体してる感じ。え、でもさ、私去年も実はチラって来たんだけど、こんななかったよ。あ、何あの店やば。あれ、待って、こんなとこあったっけ。え、ねえ、やばくない？この分かる、この感じ、雰囲気が。どうぞ。めっちゃ好きなんだけど、この雰囲気最高すぎるんだが、これはもうサムネなのだが、完全にサムネやろこれ。サムネっぽい？サムネっぽい。あ、これいいんじゃない？これいい感じ？いい感じじゃない？どう？いい感じ。サムネっぽいやろ。ねえ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 、何か買いたいな、やっぱり。何か買いたいの？うん、ラーメンもあるのだが、いろいろあるの。このように見て、この点もいいね。ところてんもいいよね。ところてん食べていい？いいよ。一足先に夏気分を味わいたい。イエーイ。うわー、最高。見て、ところてんをね、頼みました。あなたまだ突破できる。じゃじゃん、さっきイライラした。海苔が乗ってて美味しそうでしょ。美味しそうか。あー、一足先にさ、ところてんよ、マジで。なんかさ、お店の暮らしがいいんだよ、暮らしが。で、タオルを投げつけて、じゃじゃじゃん、ラムネ。みんな、乾杯。チーズ。ね、私さ、もう分かんない、久しぶりにさ、なんか祭り来てる感じでマジでやばい。鮎の塩焼き屋。
足らが大きくなってた。大量やて。はい、携帯量や。冷やされたさ、水の中にさ、桜がめっちゃ浮いてる。まだ塩くんなきゃいけない。何やってもいいって思ったより結構奥行きがあるんだよ。そうだね、思ったよりも ね。これなんて言うんだったっけ。灯籠だっけ。なんだっけ、忘れちゃった。ほら桜見て、ほら桜すごいね、桜がね。お昼は結構暖かかったんやけど、今結構寒い。ちょっと肌寒くなって、ね、結構肌寒くなってきた。ここ結構写真スポットなのでは。そんなことない、うん、ほらこの辺後ろに、ほらなんだっけ、何重の塔みたいな、五重の塔。ああ。ほら下歩いて歩いて、あ、ちょっとだけ見えるね。見えるでしょ、うん、ここ結構さ、映えスポットなのでは。うん、そんなことない。ちょっとここで一枚撮ろうかな。うん、カシャ違う違う違う。今お写真を撮ってもらいました。今さ、なんだかんだこうお出かけできないね、ビオラさんとかも多いかもしれないけど、この動画はちょっとお出かけ動画やね。そうだね、お出かけ気分をあのベッドの中からも味わえる動画を今作ってます。今あの後付けです。桜が待ってるね。桜が待ってるよ。あ、ほら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 、みんな可愛い女の子たちがさ、あの桜インスタ映え写真撮ってる。うん、写真撮ってる。きっとインスタやろ。それインスタでしょ。私だってあげるんだもん、うん、インスタにさ、ほらこことかも撮れるよ絶対。ああ、これちょっと撮ろうかな私も。じゃあ今ね、もう屋台一通り楽しめたから、うん、ちょっと写真は撮って、でちょっと移動したいと思います。はい、はい、見て、上野の森パンダ、パンダなんだっけ、パンダカフェ発見。多分ホテルだよね、これね。ホテルっぽいね。なんとか県って書いてる。西洋県か、うん、おほら、なんかテラスもあってさ、いい感じ。あ、いい感じだね。うん、ほら、出店も、出店じゃない、なんだっけあれ、なんとかか、キッチンカー、キッチンカーか、うん、そうだ、キッチンカーがある。で、ソフトクリーム食べてる人がいた。食べたい。ソフトクリームちょっと食べたい。今日食べてばっかですね。わりかし食べてばっかかも、今日。まあ、でもそういう日があってもいいんじゃないですか。そうだね。発見しまし、桜の花アイスということで、このお方アイスの列に並んでおります。楽しみなの。でも私今さ、この桜の花アイスってさ、いかにも惹かれる商品がドーンって書いてあるじゃん、うん、ただしかしよ、普通のバニラアイスも食べたいよね。悩ましい。悩ませてくるよね。もう見て直感でもプッて決めるわ。うん、じゃあどっちを私が選ぶでしょうか、問題ね。出た出た、問題。当たっても何も起こらない問題だから。そうだね。そう、いつも通りや。そう、いつも通り。当たったら、当たりましたってコメントに書いてくれれば、当たったんだって私が思うだけっていう。はい、正解は桜アイスでした。なんか動画だとさ、うん、ちょっと白っぽく映ってるけどさ、ちょっとほんのりピンクがかってる感じよね。あと何か練り込まれてるよね。あ、そうだ、書いてあったよ、なんか桜の花びら仕様みたいな。リアルじゃない、変にその着色されてない感じがさ、うん、じゃあモテはお味だよね。リアルよね。ただパンダね、あの上の公園仕様、動物園があるから。仕様。じゃあちょっといただきます。はい、どう。あのね、うん、しょっぱい。あ、しょっぱいんだ。うん、へー、甘じょっぱい。あー、なるほどね。なんか、なんだっけ、なんとか餅の味しますか言ったじゃん。あ、まるで桜餅だ。塩漬けの味って書いてあったよ。桜の花びらを塩漬けしたみたいな。あ、出た出た。なんかそういうお茶あるよね。うん。あ、美味しいよこれ。美味しい、うん、よかったね。美味しい美味しい。よかったよかった。満足でございました。よかったですね。もうとりあえず食べ物はこれでいいんじゃないのかい。結構満喫したんじゃないのかい。うん、誘惑はまだまだたくさんありますけどね。もうお腹がパンパンなんじゃないのかい、それ食べたら。時間が経つとまた食べたくなるんですよ。今日はいい息抜きができましたね。帰ったらまた頑張らないといけないですね。そうだね。ではでは、じゃあまあぼちぼち、はい、今日は時間がちょっと押しちゃったので戻りたいと思います。やばいよ、もののけ姫が聞こえてきたんだけど。大好き、もののけ姫。ジブリ好きだもんね。うん、今日本当に私いいことしかない。大道芸だ。あ、お猿さん、ね、あれ、あ、猿、あれ目が見えんすぎて。あ、大道芸かもね。大道芸か、終わっちゃった。もののけ姫が流れてました。流れてました。以上です。はい。お家です。
私はこれから作業をしたいと思います。うん、だから結構数時間今からバーって夜まで作業する感じです。そのなんか作業の進み具合とかによって撮影をするかどうかみたいなのもちょっと考えていこうかなみたいな感じになりますね。皆さんこんばんは。もう夜です。撮影が終わったので今から晩ご飯をねちょっと食べたいと思います。晩ご飯できました。今日の晩ご飯はハムエッグとトマトと米とたたききゅうりとなめことキャベツの味噌汁ドリンクですです。いただきます。今日はねもう寝たいと思います。今日はさ、外でいろいろたくさん歩いたから、なんか思ったよりね、体が疲れてる。でもめちゃくちゃ楽しかったですね。すごくね、濃厚な一日となりました。私はね、もうこれから寝るんですけれども、あれです。キセコイの最終話を見ながら寝たいと思います。明日もね、朝から作業があるので、そうだね。ちょっとしっかりと明日に備えたいと思います。はい。とある一日シリーズは今後もまたやってきますね。今回はあれそうか、うん、この動画ではだからアニメグッズとかの何開封とか今回はなかったんだけど、またいろいろやってきますので、またビオラーの皆さん楽しみにお待ちください。はい、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー、おやすみ。